あの安野さん昨日転倒してたので心配して来てくださったんですか。大丈夫。うわもうさっきからねもうね窓車の窓からもうおっさん足大丈夫かとか子供がね男の子がねあの足くじったけど頑張ってねあのやってくださいって淀川まで行ってくださいって手紙持ってきてくれたんです。で皆さんもそうやって励ましに来てくれたから安野さんも今日ねえ元気取り戻して片玉で行くでって今言うてるんですよ。ちょっとお前が片玉で